菊川市の築130年の古民家です。この中でミラノから帰ってきた料理人による食事会が開かれています。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。藤枝のイタリア料理西谷シェフ、浜松和食の料理人一輝さん、在来そばでおなじみ静岡の田形さん、この夏ミラノ万博で静岡の食を紹介してきた3人です。今回は菊川市にある千賀町、棚田の米を素材に選びました。新米で採れたばっかりのものを、今日はこの古民家で、土鍋で、しっかりお米の、味が分かるように炊き上げたいと思います。西谷さんは岡部の特別な椎茸、玉取り茸を選びました。玉取り茸っていうのは岡部の、本当に大事な宝物の椎茸の名前になります。玉取り茸は何が違うんですか？はい、独特の厚みと旨みが自慢になっております、うん、なるほど。この辺にこだわって作っております。美味しそうですね、はい、この玉取り茸の軸の部分が美味しいんですよね。はい、ちょっといただいてみたいと思います。ソースがかかってます。素晴らしいですね。シャキシャキ、これ美味しいですね。こんな感じで、もう米が立ってますね。立ってますね。土鍋で炊いた棚田の新米、おこげもうまくつきました。粘り気がある感じで、ふっくらしてる、うん。なんか日本ってこんなにいいものが、特に静岡県なんですけど、いいものがあるなってなんか再認識をしました。ヨーロッパ人が驚いた静岡の食の豊かさを地元にもう一度伝えたい、それが人呼んでミラノトリオの願いです。ミラノトリオのこれからの夢って何ですか？そうですね、まだ出発したばかりなんで、いろんな可能性を、この静岡県の食材の方を、県内県外にもどん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 発信していけるように、でいろんな輪ができればいいかなと思ってます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。